奈良県 YouTuber チャンネルリンボーです今日はですね久々にお外でご飯を食べたいと思いますそれでは奈良の美味しいご飯屋さんへ連れて行きたいと思いますどうぞじんでいる胸のどこか奥で いつも心踊る夢を見たい悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える繰り返す過ちのその度人はただ青い空の さを知る「果てしなく道は続いて見えるけれどその両手は光を抱ける」「チャン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 」「さよならの時の静かな胸ゼロになるからだがみを」 生きている不思議死んでゆく不思議花も風も街もみんな同じ」「ラララン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  はい、では手を合わせていただきます。いただきます。ビューンビューン。うん、まうん、まうまやば。続いてのお肉いっちゃいまーす。あはうまいなーなんだこのうまさ、ほんとに。 久々にこのおいしいお肉食べた。いやー、この値段で満足でしょう。幸せだわー。ご飯がめちゃめちゃ進む。ええみんなもいるってうーん、しょうがないな。はい、あーはい、パクダメー。私が食べちゃいました。ごめんね。うまいなー。 僕らは1位について横一列にスタート切ったつまずいてるあいつのことを見て本当はしめしめと思っていた誰かを許せたり大切な人を守れたり 今が何一つ様になってやしない。相変わらずあの日のダメな僕。ずっと探していた理想の自分って、もうちょっとかっこよかった。完食しました。い。<laughs> 僕。プロテクトキュー。へへへ。食べきったよ。ちゃんとおき物。 いやー、結構濃かったね。<laughs> やっぱ、濃い、浅いっていうつけもあるじゃん。やっぱり好きじゃないなでも、この肉は、うまい。お口直しの最後の肉。うん、うん、うん、うん。うまーい。で、最後は、じゃじゃーんデザートこれ、ね、ちょっと甘かったです、これも。うん。で、いちごちゃん。いちごいちごパク。うん、うん、うん。うん、うん。 んこれは革命かこんな毎日が久々に食べたぞ。もう最高じゃないか。めちゃめちゃお腹いっぱいになった幸せな時間だった福祉館さんごちそうさまでした。はい、お帰りなさい。お肉がめちゃめちゃ美味しかったです。もし奈良県に来られた際、皆さんぜひ行ってみてください。はい。ではまた明日もお待ちしております。 チャンネルリンボー奈良県 YouTuber で登録よろしくお願いいたします。TikTok、Instagram もやっております。両方ともフォローをお待ちして,ております。以上、リンボでした。またねー。